さあ始めましょう打ち合わせ。水原、ホームビデオみたいになってもあれだし、妥当な数字だと思う。ダメだ、全く集中できねえ。なんだこの裸見られてるような感覚。これがプラン設定画面。ダメだ。でも当然だろ、男なら。何度妄想したと思ってんだ。プライベートな空間だけあって、そっちにばっかり意識が。五感全てで俺を刺激してくるマジ兵器、対男性理性破壊兵器。かわいい。